丸見えね。知識をあなたに。ここだよ。はっ、はっ、やっ、称賛すべき好奇心ね。ご加護ってやつ？走るより飛ぶ方が早いよ。足元に気をつけて。逃げ。元気出せよ。私のお家にいらっしゃい。称賛すべき好奇心ね。
Thank you.
何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。
り方がないなら私が遊びに連れて行ってあげましょうか。全部丸見えね。ミュージック覚えたわよ。you
天中宙に分け与えられた楽園エデン、私断罪の公女は、荷造り終わったんか。母ちゃんが用意してくれたおにぎりとお餅全部持ったか。バッチリや。ちゃんと全部詰めたさかい、しばらくはしのげるわ。うちが家におらんようになるけど、体には気ぃつけよ。時間通りに薬飲みよって母ちゃんにしっかり言うといて。いざとなったらうちが帰ってくるまでしばらく店閉めてもええんやしな。お前が長旅に出るっちゅうんが、俺らは心配なんや。俺も母ちゃんもここから出たことないさかい。稲妻人が外の人からどう思われとるんか、話してくれはる人はおるんか、なんもわからへん。そんなん心配せんでええって。ここに外から来た人らかて、みんな親切で熱心やろ。シャブ業のトーマも昔はモンドから来たらしいけど、トーマには好印象持っとる人らばっかりやんか。豆腐？ああ、豆腐な。ずっと切らしとったから、今朝買うてきといたわ。ちゃうって。トーマや、トーマ。こないだ、故郷の酒屋言うて、うちにお酒持ってきてくれたやん。こういう会話を聞くのって久しぶりで、なんかホッとするよな。あ、あんたらや。めっちゃ久しぶりやな。もうすぐ旅に出れるさかい、ワクワクしてもうて。あれからいっちゃん変わったこと言うたら、外国人がぎょうさん稲妻に来るようになって、こっちからもぎょうさん人が旅に出てったことやろ。あんたらみたいにテイワとあちこち旅してたら、あんま分からへんかもしれへんけど、うちらにとってこれは夢を実現する千載一遇のチャンスやねん。確かに長い鎖国礼がやっと終わったんだもんな。お前さんらのことは覚えてるわ。よいみやの友達やったな。すごい功績残した言うて稲妻全体に広まっとるで。こいつお前さんらに憧れとってな。二人みたいになれたらええなってよう言うとるわ。なんか照れるな。ヒーローになりたいっちゅう夢は誰かてちっちゃい頃に一回は持つやんか。それは大きに。うちはただの職人やさかい、ほんまは落ち着いた生活の方がええ。せやけど機会があったらもうちょいかっこようなりたいなって。それはそうと。お前さんらは花火注文しに来たんか。そうや、堪忍堪忍。自分の話に夢中になってしもったわ。これからしばらく花火の制作はまた父ちゃんに任せるんや。父ちゃんの腕は知ってるやろ。ほんまにすごいさかい、心配せんと注文してや。いやいや、オイラたちはたまたま通りかかっただけで、別に用事があったわけじゃないんだ。そうやったんか。うちら全員手合いとるんは珍しいな。そうやったらもうちょい話そうや。うちも急いで出ようと思ってたわけちゃうし。そうだ、旅に出るって、ヨイミヤはどこに行きたいんだ。分からへん。え？けどまあ旅の目的は決まっとる。うちはテイワットで一
一番壮大な雨みたいに降る流星群が見たんや。でもそれがいつどこで見れるんかわからへんさかい、旅しながら探すか思てんねん。それだけかよ、もっと詳しい情報はないのか。それがまだつかめてへんねんな。もともとがうちに伝わる物語で、ただの言い伝えみたいなもんやから。昔うちの祖先はその流星雨を見て新しい花火のインスピレーションが降りてきたんやって。父ちゃんはインスピレーションは見たものとか知ったものの融合や言うとった。同じ景色でも見る人が違ったらそこから連想することも変わってくる。今の稲妻は昔とは全然ちゃうやろ。うちが流星雨を見れたら全然ちゃう花火を思いつけると思うんや。せやろ。まあ外に出て見て回りたいいうんがいっちゃ大きい理由やねんけどな。いいと思うぜ。チャンスも時間も揃ってるなら思いっきり楽しむべきだもんな。よう分かってるやんパイモンちゃん。知り合った時よりごっつお利口さんになったんちゃう。お前みたいなやつは大好きだぞ。嬉しいことを言ってくれるぜ。スメールか、聞いたことあるで。木がぎょうさんあってすごい学院もあって、それから大きい砂漠もあんねんやろ。そうだぞ、あいつらはすごいんだ。流星雨のことを聞いたらきっと答えてくれると思うぜ。ほんまに？せやけど研究者に言い伝えの話なんか聞いたら嫌がられへんかな。それがただの言い伝えかどうかは聞いてみないとわからないだろ。安心しろって、オイラたちは教練員にもすごいコネを持ってるんだぜ。正しくはこいつがだけど。でもそんなん頼んでしもたらあんたらの時間まで無駄にしてまうやん。あんたらの予定にはもともと入ってへんかったんやし。うんうん、遠慮はいらないぞ。お前だってこの間手伝ってくれただろ。ほなお言葉に甘えようかな。スメールで思いっきり楽しもう。父ちゃん、干したらうちは二人と一緒に行くわ。これでちょっとは安心できるんちゃう？おお、それがええ。それやったら俺と母ちゃんも安心や。二人も体に気ぃつけよ。すぐ戻ってくるさかい。ほな離島行って船乗ろ。ここがスメールか。えらいおっきい木。この港町って木の上に作られてるんか。それにしても迫力やな。
離島の港よりはるかに大きいし、店もぎょうさんあるわ。ひひ、もっとすごいのはこれからだぜ。そんなにすごいな。他の人からも聞いてはいたけど、百聞は一見にしかずっちゅうか。自分の目で見てへんかったら一生かけても想像つかへんかったやろうな。で、あんたらの言うとった学院、教令院っていうんはここにあるんか？いや、教令院はスメールシティにあるんだ。川沿いに北へ遡って進んでいかないとな。なるほどな。スメールシティってきっとここよりもすごいんちゃう？え？これよりもでかい？サンゴの宮みたいに壮大なんやろな。とりあえずスメールシティに向かうん？ずっと興奮しっぱなしで何から始めたらええかわからんようになってしもたわ。旅で一番大事なのは思いっきり楽しむことなんだから、そんなに深く考えるなって。はよ本題に取り掛からへんかったら。港町って木の上に作られてるんか？それにしても迫力やな。離島の港よりはるかに大きいし、店もぎょうさんあるわ。ひひ、もっとすごいのはこれからだぜ。ほんまにすごいな。他の人からも聞いてはいたけど、百聞は一見にしかずっちゅうか。自分の目で見てへんかったら一生かけても想像つかへんかったやろうな。で、あんたらの言うとった学院、教令院っていうんはここにあるんか？いや、教令院はスメールシティにあるんだ。川沿いに北へ遡って進んでいかないとな。なるほどな。スメールシティってきっとここよりもすごいんちゃう？え、これよりもでかい？サンゴの宮みたいに壮大なんやろな。とりあえずスメールシティに向かうん？ずっと興奮しっぱなしで何から始めたらええかわからんようになってしもたわ。旅で一番大事なのは思いっきり楽しむことなんだから、そんなに深く考えるなって。はよ本題に取り掛からへんかったら、あんたらの予定を崩してしまうんちゃうかって思っててんけど、あんたらがそう言うんやったらあちこち見て回ってもええかな。
事態は急を要するけど、まずはここで休んでいてちょうだい。宿泊の手配はもうしてあるから、誰にも邪魔されないはずよ。ごめんなさい。今はまだあなたに来てもらう必要はないの。私がやるわ。ナヒーダ、そんなに深刻な状況なのかよ。お前は大丈夫なんだよな。あまり心配しないで。私の判断が正しければ、多少の波があれど大きな災いにはならない。無事の知らせが届くまで気力と体力を回復していてちょうだい。あ、声が消えた。なんかとんでもないことになったみたいだぞ。スカラマッシュの言ったことどういう意味だったんだ。それにさっきなんであいつはお前の手を掴んだんだよ。歴史を変えたい？でもそんなことできるわけないだろ。どうやったら歴史が変わるんだよ。すでに本当に起こったことなのに。例えばオイラがこの宿にある水を全部飲んだとして、それを証明できる人が誰もいなくたって、オイラは自分が水を飲んだっていうことを忘れないぞ。でもなんだか心配だ。なんかスカラマッシュがすごく恐ろしいことをしようとしてる気がするぞ。わけがわからない。自分を消すなんてことはどう考えてもありえないよな。もしかして世界樹の中だったらそれができるのか。あいつが何を考えてるのか全くわからない。なあ、もう嫌なやつだな。いっつもオイラたちに迷惑ばっかかけて。でもまさかそんなことを成功したりしないよな。そしたらあいつと関わりのあった人とかにも影響が出ちゃうのか。オイラたち本当に何もできないのかな。なあ、
これからどうすればいいと思う？寝るしかないのかな。でもオイラ怖くて眠れないぞ。いっそ、おいしいもんの名前をあげて気をそらそうぜ。これでも効果がなかったら、おいらここで怯え死ぬかも。じゃあ、おいらからな。一つ目は、モンド風焼き魚。それから、鶏肉と野生キノコの串焼き。午後のパンケーキ。ホワイトソースポトフ、松茸のバター焼き、それとジョジョジー杏仁豆腐満足サラダ、あとあと船長賞エビのポテト包み揚げ、リーユエサンスハスの実入り茶碗蒸し。あれ、おいら今何してたんだっけ。おいらなんか言ってたような、でも急に内容を忘れちゃったんだ。なんだったっけ。え、スカラマッシュ？それも料理の名前か。変な名前だな。どうしたんだよ、さっきから目を見開いて。おいら、なんか変なことでも言ったのか。その、ザンヒョウって誰かの名前なのか。聞いた感じ、あだ名みたいだけど。お、いいけど、その表情、何か急な用事でもあるのか？別の天柱中に分け与えられた楽園エデン、私断罪の公女は、
運命のささやきが聞こえる。私の名を呼んでいるわ。久しぶりじゃな。もちろんだ。話してみろ。ほう、そんなことが聞きたいとはな。まあいい、知りたいならもう少し詳しく話してやろう。かつて稲妻に名を馳せた雷電五花伝、それはこの五つじゃった。雨の間、仏、一心、百目、千樹。この5つの鍛造技術はもともと将軍様から直々に賜ったものじゃ。それは多くの優秀な職人たちによってより優れたものへと磨き上げられた。しかしその後、これら刀鍛冶の家系は次第に没落していった。現在も受け継がれているのは我々雨の間ただ一つのみじゃ。じゃが幸いにも近頃、楓原和葉が稲妻に戻り、一神殿の技術を受け継いだ。これにより五花伝もまだ二つは残っているということになる。わしの記憶が正しければ、彼が刀を打った時お前もその場におったはずじゃが。そう言われたらオイラも思い出したぜ。確かにそんなことあったな。あの時は雷電五花伝が没落したことを聞いてすごく悲しかった記憶があるぞ。はあ、それがまた悲しい話なんだ。本来はわしなんぞが知る由もないことじゃが、それぞれの家系が衰退する話を長年聞いてきて、理由さえ知らぬのはどうかと思ってな。気になって楓原和葉に聞いたのだ。彼は同じ雷電五花伝の末裔として、わしには知る権利があると言った。まあお前に伝えても構わんじゃろう。ただ聞いて嬉しくなるような話でもないがな、雷電五花伝は猿刀工の末裔に報復されたんじゃ。その者は狂ったように殺しを行ったとされている。報復？どうしてだ？伝説によると400年以上も前、タタラスナの炉心で事故が起こったらしい。現場にいたとある刀工が他の者を助けるため危険を顧みず炉心の中へ飛び込んでいったと。タタラスナの鍛造精錬技術は優秀なものじゃった。当時タタラスナを管理していた造兵士の神は庭という名字のもので、楓原と隕石の関係にあった。造兵士の神の庭様もその刀工と一緒に炉の中へと飛び込んだそうな。後に炉心は安定したようじゃが、その時には二人はもう、刀工の一族は没落し、その者の息子は誰も面倒を見てくれぬ孤児となって、毎日を憎しみの中で生きるようになった。彼はこのことを
稲妻全体のせいにした。父の死について無関心な将軍様を恨み、父を救ってくれなかった全てのものを憎んだんじゃ。じゃが無力な彼はその恨みを子孫に継がせることしかできなかった。こうしてその一族は代々恨みを背負い、苦しみの中を生きた。物語はここで終わらない。100年前、一族の当時の当主は現状に広く不満を感じておった。じゃが、それを好転させる力もなかった。やがて、彼は怒りを晴らすために極めて過激な決断をした。雷電五華殿に復讐し、稲妻の鍛造事業の根幹を揺るがそうとしたのだ。その者は百目一族の出でありながら、自らの一族の職人まで殺めてしまった。百年ほど前、すべての攻撃を主導したのが彼じゃった。じゃが、楓原家と上里家の末裔や刀工と対峙した折、そばに居合わせた者がおったことで、彼は猛烈な反撃に遭い、その場で死したとされておる。そのおかげで、楓原が代表する一神流も壊滅を免れた。不幸中の幸いと言えるじゃろう。楓原和葉か。ちょうど昨日ここに来ておったぞ。世間話などして茶を飲んだ。様子を見るに元気そうじゃったな。気にするな。その表情だとまた他の場所に行くんだよな。イヒヒ。オイラって結構顔色を見るのがうまいだろ。じゃあ次の場所に出発だ。オイラはどこまでもお前の後についていくぜ。はるか彼方にいる勇者たちは冒険者。旅人、久しぶりだな。もし奉行様とお嬢様を探してるのなら、あいにく今は府中にいないんだ。公務に行ってるのか。ああ、奉行様は公務に行っている。お嬢様の方は奉行様の名代で会議に出席しているんだ。休養があるならここで少し休んで待つといい。どうするんだ、中に入るか。他の人だったら当然ダメだが、君は奉行様やお嬢様とも親しい仲にあるからな、問題はない。ありがとな。じゃあ中に入る。
おや、そのように私を見てどうしたんです？何か聞きたいことでも？いいですよ。お嬢様から聞いたことがあるので、あなたがあの旅人さんであることは知っていますよ。何を聞きたいのですか？あなたのおかげでお二人とも元気ですよ。お嬢様は近頃様々な会議に出席しています。時には奉行様を手伝って民間の組合にも顔を出していらっしゃるんですよ。奉行様の方はというと、あなたもご存知の通り、相変わらずとても忙しくなさっております。ただ最近はご気分が良さそうでしたね。聞いた感じ、普段と変わらないってことか？ええ。どうだ、他に聞きたいことはあるか？どういたしまして。あなたがとても忙しいと伺っていなければ、奉行府によく来るようお誘いしていたところですよ。実のところ、お嬢様からよくあなたのことを伺うんですよ。あなたのようなお友達ができたことをとても嬉しく思っていらっしゃるようです。それに、あなたがあらゆる面で素晴らしく尊敬できる方であるともおっしゃっていました。私もあなたが稲妻に来られてから、様々なことが良い方向へと向かっているような気がします。もしかしたら貴人や縁あるお方というのは、あなたのような方のことなのかもしれませんね。どれも心の底から思っていることですよ。普段奉行様がお食事をなさる時は、いつも当麻様がおそばに付き添っていらっしゃるんです。その横でお二方のたわいのない話を聞くことが、私が最も安らぎを感じるひとときなんですよ。公務によってはやむなく外でお食事をされる時もあります。ただ奉行様は機会があれば府内へお戻りになられて、お食事をされる方が好きなんです。奉行様が言うには、当麻様の料理の腕はおよその料理人よりも秀でているとのことです。奉行様はいつも家を思ってくださっているのですよ。ご存じないかもしれませんが、お二方はあなたのこともお話しされます。まるでとても長い付き合いで、何でも話せるご友人についてのことのように語られるんですよ。お嬢様もたまにご一緒されることがあります。近頃何度か会った一家団らんのひとときには、いつも趣のある人や見聞についての話がありました。その中にはやはりどれもあなたがいたのです。先代奉行様と奥様が亡くなられてから、上里家もこれだけの年月を歩んできたのですね。婆やの私は奉行様とお嬢様の成長を見守ってきました。彼らの身分であなたのような趣のあって頼りになるご友人ができるなんて、本当に良いことです。もしお時間がありましたら、いつでも奉行府へ遊びに来てください。ぶしつけですが、婆やからのお願いだとでも思ってくださいな。
それは良かったです。ありがとうございます。ひひ、オイラここに来るのが好きだぜ。それにおばあさんも言ってたけど、シャブギョーフの料理ってすごいんだってな。うーん、オイラも食べたくなってきたぜ。今度ご飯を食べに、じゃなくて遊びに来ようぜ。ご飯の時間の時にな。もちろんいいですとも。歓迎いたしますよ。じゃあオイラたちはこの辺で失礼するぜ。でも、うん、これからどこに行けばいいんだ？うん、わかったぜ。じゃあな、おばあさん。見送りはしなくてもいいからな。ええ、わかりました。また今度お会いしましょう。二人とも、もう行くのか？うん、用事が済んだからな。心配しなくていいぞ。そうか。君たちの旅が順調であるよう祈るよ。さようなら。別の天柱中に分け与えられた楽園エデン、私断罪の公女は、運命のささやきが聞こえる。私の名を呼んでいるわ。別の天柱中に分け与えられた楽園エデン、私断罪の公女は、天地創造、分け与えられたエデン、私こそが断罪の公女。遥か彼方にいる従者たちは、冒険者協会の皆様のことなら心配ご無用です。
つの天柱中に分け与えられた楽園エデン、私断罪の公女は、行くよ。お主でこの方を聞こえたわ。冷たくさ、どこに元気出してよ。聞かせてもらおう。全部丸見えね。姿を見せよ。足元に気をつけて。みんなを守るか。
一緒に遊ぼう。ここが我を守る。必ず訪れる。ここだよ。走るより飛ぶ方が早いよ。足元に気をつけて。走るより飛ぶ方が早いよ。着いたな。でもここに来たのって何か物を探すためか、それとも人探し。おや、旅人にパイモン。グザビエ、どうしてここにいるんだ。この近くで用事があってね。それに二人こそどうしてここへ。聞きたいことがあるんだ。もちろん、俺はここ一帯の炉心を研究したことがある。何が聞きたいんだ、遠慮せず聞いてくれ。当然さ、俺はこの近くを数えきれないほど歩いてきたからな。それに他の場所でもかつてタタラスナに住んでいた人の子孫に会ったことがある。彼らの口から語られるのはどれも全て真実の歴史さ。急にそう言われてもな、二言三言で説明しきれるもんじゃないんだぞ。知ってるだろ、タタラスナは歴史深い場所なんだ。俺の知る限り、タタラスナは鍛造精錬業の中心地区の一つとして数千年にも及ぶ歴史を持ってるんだ。ただ
炉心には2回ほど問題が発生していてな。2回？どの2回だ？ここ数年の1回、何百年か前にもう1回だ。そういえば、稲妻の人に聞いたんだが、タタラスナでは以前にもフォンテーヌの職人が来たことがあるらしいな。どうやらこの2国の技術交流も歴史が深いものなのかもな。聞けばそのフォンテーヌの職人というのも当時のタタラスナの重要な客人だったようだ。なあ、タタラスナに来て聞きたかったこと、グザビエに聞いてみたらどうだ？おお、二人は歴史を研究しているんだな。そうなんだよ。こいつ今日はどうしたのか知らないけど、ずーっと歴史について聞き回ってるんだ。ん？急に歴史について興味を持ち始めたのか？いいぞ、話してみろ。歌舞伎物。聞いたことはないな。その言葉が稲妻では一般的に得意な行動をとるとかユニークな服装をする人とかを指すのは知っている。俺もこの言葉にふさわしい人に会ってみたいとは思っていたが、残念ながらそのような人に会ったことはないし、タタラスナに関係のある話でそのような噂を聞いたこともない。なーに、どうってことないさ。もう行くのか？それじゃあな、グザビエ。おう、気にするな。役に立ててよかったよ。じゃあな。どうやら知りたかったことは聞けたみたいだな。おう。でもお前、今日は本当にどうしたんだ？なんか悩んでるみたいだけど。元気出せよな。何があってもオイラがそばにいるぜ。元気出せよ。どうしてもダメなら何か食べればいいんだ。お腹が減ったら戦はできないぞ。じゃあナヒーダに会いに行こうぜ。おや、あなたたちは。
ああ、もし時間があったらぜひまた僕たちの話に参加してくれ。いいけど、何を話せばいいんだ？もちろんこの前の話題さ。タタラスナについてまだ聞きたいことがあるんだよな。オイラたちも話に混ざろうぜ。とはいえ進展はいまいちでな。ん？ああ、もちろん。僕のもいるかい？どうぞ。どうだ？そうだ、この前赤羽たちはもっと情報があったら教えてくれって言ってたよな。実はオイラたち、ちょうど稲妻から帰ってきたばかりなんだ。旅人、オイラたちの知ってることをこいつらに話してもいいか？まさか、重要な情報か？話すと長くなるんだけど、実はオイラたち、稲妻に友達がいて。おお、こんな話が聞けるなんてな、かたじけない。なるほど、すべての根源は復讐だったというわけか。
雨の間の末裔が言うのなら、それで間違いないだろう。はあ、結局、お化けじゃなかったか。これらの情報は、私の言説をさらに補強したと言える、見たか。当時の人にとって、投稿がそれほど重要だったということだ。彼らを傷つけることは、権力者への復讐と同義とさえ言われていたからな。わかったわかった。君の言う通りだ。だがそうだとしても、僕が小説を書いちゃダメってことにはならないだろ。また議論を始めちゃったぞ。本当に熱心だな。あっと、すまない。自分たちだけで盛り上がってしまったな。情報助かったよ。いいってことよ。またな。また何か情報があったらぜひ教えてくれ。旅人、タイモン、最近はどうかしら？全然休めなかったぜ。あの日の夜にこいつと話をして、気づいたらもう朝になってて。しかもその後すぐ、こいつが稲妻に行くって言い出したんだ。残票？聞いた感じでは何かのコードネームみたいね。表情が暗いけれど何か言いたいことでもあるの？旅人？おい、どうしたんだよ。顔色が良くないぞ。Thank you.
そうだったの。つまりそのザンヒョウという名の人形は世界樹で自らを消し過去を変えようとしたのね。でもどうしてそいつはそんなことができたんだ？旅人の話によれば彼はもう少しでスメールの神になっていた。それは私の記憶と噛み合わないわ。私の記憶では私たちが打ち負かした機体の中には誰もいなかったもの。でも辻褄は合うわ。もし誰かが世界樹で自分の存在を徹底的に抹消したら世界もそれに伴って変わるでしょう。つまり本当にそんな人が存在してたけど、そいつが世界を変えちゃったせいでオイラたちも忘れたってことか？ええ、理論上にしか存在しない挙動だし、そんなことをする度胸のある者がいるかさえ不確かだけど、旅人はテイワットの外の世界から来たから世界樹に彼についての情報はなかった。よって世界樹に対する改ざんもおのずと彼には影響しない。もしこの世においてこのような形で改ざんされた過去を記録できる人がいたとしたら、それはあなたしかいないわ。本当に不思議な感覚ね。でもそのザンヒョウってやつはなんでそんなことをしたんだよ。私も今ある情報からしか推測することはできないわ。彼が具体的にどんな人だったのか今はあなたしか覚えていないから。何か言えないことでもあるの？すでに死んだ人の歴史を変えることはできなかった。そうね。ザンヒョウは自分が裏切られたわけではなかったと知って、物語にあったかつてタタラスナで暮らしていた人を友とみなしたのかもしれないわ。そうして人間を憎む理由をなくした彼なら、かつての友を救おうとするのもおかしくはないわね。とても合理的で、どの点においても辻褄が合っている。ザンヒョウは博士の手伝いにより神になりかけた。だからこそ彼は世界樹とつながる権能を得たわけだけど、その権能のおかげで力が残り少ない状況であっても世界樹の中の記録を書き換えることに成功し自らを消した。確かに筋は通ってるけど、その人たちのおかげでいい結果になったわけでもないし、おいらこの感じなんか嫌だぞ。全力で何かやったのに結局何も得られなかったなんて。
少し待ってちょうだい。確認したい情報があるの。見つけた。おそらくこれね。やっぱり私の方でも尋常じゃない状況が起こっているわ。彼の話を裏付けるには十分ね。何なんだ？私自身が保存した全ての情報の中に片隅に置かれた記録を見つけたの。あなたたちも見てちょうだい。童話？誰が書いたんだ？この記録を作ったのは私自身よ。え？ナヒーダの書いた童話がその残票と関係してるのか？旅人の話と合わせれば、私の残した物語は全てある特定の内容を指していることがわかるわ。待てよ、もしかしてその記録って事前に残してたものなのか？そう。たとえ他の記録にある残票と歌舞伎物についての内容が変更されても、私の手によって書き起こした物語に影響はないの。世界樹内の情報を変えることはテイワットを書き換えるのと同じ。でも世界樹は事前にわざと隠された情報を変えることはできないの。この記録はきっと残票が世界樹に入る前の私が残したバックアップね。すごい方法だな。さすがナヒーダだぜ。旅人を残票と一緒に世界樹に入らせたのも、その時の私が考えたもう一つの保険だったのでしょう。彼なら全てを覚えていられるから。世界樹に今ある情報とこの記録で暗に語られている物語は互いに結びつきを持っているわ。それらにおける全ての異なる場所をつなぎ合わせれば、彼の言う残票が消した一生にたどり着くわ。野狐の皮をかぶった猛獣が狐の群れに紛れていた。彼らは昼夜を共にし、互いを友と呼び合い、仲睦まじくしていた。たまに猛獣は夜になると狐の皮を脱ぎ、水中の自分に向かって嘆く。自分はこれほど不自然な存在なのに、彼らは愚かでそれを見抜けない。実に残念だと。しかし猛獣はすぐにその考えをやめた。なぜなら、狐の群れにいる衣類は彼だけではなかったのだ。もう一匹、白い木から掘り出され、人に見捨てられた子猫がいた。子猫は狐になりたかった。だけど、子猫の尻尾は細くて短く、色鮮やかな毛並みを生やすこともできない。他の狐はそれを見ると、こう慰めた。だとしても、君は僕たちの仲間だ。猛獣はそんな馴れ合いを嫌い、山の中で火をつけた。動物たちはひどく怯えた。大きな火を消すには、犠牲を払う必要があるからだ。一匹の灰色の狐が前に出て、猛獣と話をした。いわく、君は頭がいいから、きっと僕たちを救う方法を思いつくはずだ。猛獣は微笑みながら、灰色の狐を火のそばに連れ、殺した。灰色の狐の心は、透明で美しい、無垢な雫に作り上げられた。猛獣はその雫を子猫に渡し、こう伝えた。みんなお前を犠牲にしようとしている。これをもって、お前の狐の仲間たちのために、死にに行くといい。火は消された。子猫はそこを離れ、翼の折れた小鳥と共に暮らした。彼らは互いに寄り添うことを約束した。しかし、小鳥の寿命はあまりにも短く、
すぐに息を引き取った。子猫は小鳥を埋葬し、その山を離れた。それから子猫は、山におけるすべての葉っぱも、すべての動物も、愛すことはなかった。彼はいくつもの夜をさまよい、月に向かって牙を研いだ。子猫は月を喰らい、すべての月光を噛み砕きたかった。すべてが暗黒に戻れば、彼は快楽と安心を感じられる。僕は新たな月となり、みんなにとって唯一の存在となる。そうすれば、この世に鳥や狐、猫がいたことを知る者はいなくなる。その違いを知る者さえ。溶けた！すべて思い出したわ。私が全力で残したバックアップは、残氷自身の記憶だった。神になるため、彼は大量の実験と改造を受け入れた。人形だったからこそ、あのような過酷な過程を耐えてこられたのね。この記憶は、当時の学者たちが彼から抽出したものよ。残氷を警戒していたから、これを残したのかもしれないわ。神を創造するのは第一歩に過ぎず、天地さえ神を操ろうとする者もいた。だからいつか使う時に備えて彼の記憶のバックアップを取ったのでしょう。私はそれらを自らの深い夢の中に保存した。そして書き起こした物語でさらに外部を包むことで改ざんされるのを防いだの。本当にそんな人がいたのか。そいつはオイラたちと何回も会ってて、いつもオイラたちと敵対してたのか。それなのにオイラは完全にそいつを忘れてた。まるで煙が消えるみたいに、最初から存在してなかったみたいに。残氷は降臨者に関する情報を探すのを手伝ってくれると約束したわ。それについての収穫はなかったけど、あなたの役に立つことはできたみたい。消失する前、彼は最も重要な手がかり、あなたの血縁者がかつてカーンルイヤに降臨したという情報を残してくれたわよね。ただ世界樹にある情報の変化がファデュイの上層部にどれだけの影響を与えるかは、まだ不明ね。彼らは、組織内にかつて、そのような執行官がいたことを覚えていないかもしれないわ。その話だと、オイラはそいつのことが好きじゃなかったみたいだけど。だからって、そんな結末も。オイラは好きじゃないぞ。それこそが知恵が全ての問題に答えられるわけではないことの証明よ。私たちは凝視し、認知し、理解してもなお問題にとらわれる。答えは一つだけではないの。この世の生命が求めているのは、真実を追いかけ困難を解決すること。真実をその人に返すのは運命の選択権を渡すのと同じ。傍から見れば無駄なことだったかもしれないけれど、こうして自分が思う通りに消えることができたのは、彼にとってきっとそれだけの意義があることだったのよ。忘れないで、たとえ暗黒の雲の下を歩んでいても、どれだけ道が困難でも、知恵の灯火が私たちを良き結果へと導いてくれるわ。そしてこれは、あなたがずっとやってきたことでもある。おう、ナヒーダの言う通りだ。元気出せよな。この暗い話を続ける前に、今から何か食べに行ってもいいと思うぜ。いい考えね。パイモン、彼を気晴らしに外に連れて行ってあげてくれないかしら。オイラに任せろ。ほらほら、
複雑な気持ちなのはオイラも分かってるから、今はちょっと外を歩こうぜ。グランドバザールの屋台で食べ物を買って気分転換しようぜ。あんなことを覚えてるのがお前だけなんて、確かにすごく悲しいよな。でもオイラがずっと一緒にいてやるぞ。一緒に話をしたらきっと良くなるさ。走るより飛ぶ方が早いよ。はあ、うわっ、前に立てたプランでは、あとは何を買うんだっけか。あ、いい匂いだな。獣肉のビリヤニだ。ちょっと買っていこうぜ。今追加するぞ。へえ、旅人とパイモンじゃないか。まさかこんなところで会えるなんてな。こんにちは、久しぶりだね。うわ、またお前たち二人組か。リシア、お前って砂漠に戻ったんじゃなかったか。ボディーガードの仕事を辞めただけで、喧嘩したってわけじゃないんだぜ。ドニアザードとはいい友達だからな。風魔駅はまだ人手を募集してるし、報酬も手厚い。私にしたって仲間たちにしたって断る理由はないだろ。ここ数日リシアはうちの仕事を引き受けてくれてたの。だからそのままうちに泊まってもらってるのよ。お父様もお母様もとても喜んでるわ。前にリシアがいなかった時なんか、まるで家族がいなくなったようだなんて言ってたもの。そりゃ大げさすぎますよ。旦那様と奥様はいつも本当に親切で。仕事は終わったし、ちょっと買い物したら旅団に戻る予定だったんだけどさ、旦那様がどうしてもあと一泊していってほしいとおっしゃって。もう2、3日泊まっていったっていいじゃないの。お父様がまだ
ティシアに得意料理を振る舞ってないわ。私が暇に耐えられない人間だってお嬢様は知ってるでしょうが。気にすんなって、また機会はあるからさ。お前はすごいな。得意料理って聞いてもちっとも動揺してないぞ。あ、そうだ、前に今度砂漠に連れて行ってくれるって約束したでしょ。今日出発するのはどう？まだ見ていないところがたくさんあるの。申し訳ないが今日はまだダメだ。旅団には処理しなきゃならないことも残ってるし、最近は砂漠の方も物騒だしな。今日も先延ばしにする気ね。前回もそうだったわ。前々回も。ごめんごめん、もうちょっと時間をくださいよ。ちゃんと手配しておくから。分かったわ。でも単なるわがままじゃないのよ。実はそのある種の勘みたいなものというか、今回うちに来てくれた時からリシアが妙に焦っていて落ち着かない様子でいること、私気づいてるの。何か困ったことがあって、それで私たちの約束を何度も先延ばしにしてるの。いやいや、お嬢様の考えすぎですよ。それじゃあ約束できる？友達っていうのはお互いに嘘をついてはいけないのよ。ティシアがうなずいてくれるなら私はこれ以上聞かないことにするわ。でももし本当に何かあるならちゃんと私に教えて。なんとかしてあなたを助けるわ。ドニアザードの言う通りなんじゃないのか。はあ、お嬢様と来たら全く手に負えないぜ。どんなこともあんたには隠し通せないみたいだ。傭兵界隈のことなんかお嬢様は知る必要がないと思ってた。知ってもいいことはないからな。リスクを避けて利を取る弱肉強食の世界、こことはだいぶ違うんだ。でも私たちは親友でしょ。リシアの悩みがわからなかったらサポートしたり手助けしたりできないじゃない。お嬢様、そこまでこだわる必要なんかないでしょうに。はあ、本当に参ったな。じゃあ場所を変えよう。ここはあまり良くない。ここにしよう。なるべく人目を引かないように。エルマイト旅団はかなり人が多いし構成も複雑だ。私みたいにモラを稼ぐためにあちこちで仕事を探している傭兵がそこら中にいる。私のいる旅団は至高の猟銃って名前で規模は大きくない。だがうちが受け入れてるのはみんな気骨のある切りがたい連中ばかりだけどな。モラのためなら道徳だってきれいさっぱり捨てられるような旅団もある。中でも一番悪名高いのは神王のレリクスって旅団だ。神王？エルマイト旅団の奴らにとっての神様で王様って言えば。そう、あんたらはアフマルの目とやり合ったことがあるって聞いた。あいつらは神王のレリクスに付属する旅団の一つだ。おお、神の缶詰知識を売ってたあの旅団だな。確かにいい奴らとは思えなかったけど。神王のレリクスはいくつもの似たような旅団で構成されてて、本部が上から下までを全部管理してる。本来なら奴らとは一切関わりたくないところだが、今回騒ぎを引き起こしたのはアフマルのヒゲって旅団なんだ。ヒゲ？アゴヒゲのことだよ多分な。バカな名前だってことは言わなくても分かってるぜ。私も昔から大嫌いだからな。だが要点はそれがクセラ、親父の旅団ってことだ。言いにくかったわけは少し分かってきたわ。でも彼らが一体何をしたの？詳しいことはやっぱり言わないでおくよ。
お嬢様。とにかく奴らはかなり多くの暴力沙汰を起こした。100件以上か。そんなにたくさん？ああ、それに現場の状況もかなり凄惨だ。奴らは金品を全部奪った後、口封じに人を殺すんだ。被害者はキャラバンや一般人にとどまらず、他の傭兵団にまで及んでる。もう敵と味方の区別すらしてないのね。モラルがないにも程があるわ。この件に関して神王のレリクスの内部がどういう態度でいるのかはわからないが、ここ数年奴らはますます大胆になってきてる。このまま見て見ぬふりをしていれば、私の旅団もアール村の人たちもいずれは奴らに狙われるかもしれない。親父のやつ、ここ数年一体何考えてんだ。お前の親父ってそんなに恐ろしいやつなのか。人は変わるもんさ。記憶じゃ前からろくでなしではあったけど、一線を越えるようなことはしなかった。高い評価とは言えないみたいだな。そうじゃなきゃアフマルのヒゲを出て親父と関係を断つわけがないだろ。親父は大雑把ですごく騒がしくて適当なやつだ。毎日毎日まともなこともせずに酒を浴びるほど飲んで、それにスケベだった。旅団の船員たちと一緒になってよく一晩中はしゃいでたよ。うわ、悪夢みたいだな。お母様は彼らを止めないの？残念だけど母親が誰なのか私は知らないんだ。ごめんなさい、ディシア。私そんなつもりじゃ。気にしなくていいさ、お嬢様。傭兵には私みたいなやつが多いんだ。親父がスケベだって言ったろ。私はそうやって生まれたのさ。親父も私の母親が誰なのかわからないと言った。母親も私に会いに来たことは一度もなかった。親父はいつも父さんがいれば大丈夫だなんて言ってたが、ほとんどのことは旅団のみんなに任せて、親父は物語を語ってくれる程度だった。でも親父はセンスが本当になくて、物語のレパートリーは少ないわ。古くて時代遅れのものばっかりだわでさ。砂上の勇者が森にいる巨竜を倒したとか、傭兵があらゆる困難を乗り越えて反乱軍から姫を救い出したとか。どれもありきたりな童話だな。ああ、1回や2回ならまだ新鮮に感じられるかもしれないが、10回目や20回目にはもう聞き飽きてたよ。でも親父は飽きもせず、むしろどんどん夢中になって、旅団にいる仲間たちまで呼んで芝居をさせたりしてた。用意してくれるおもちゃも物語の中の道具とか鎧とか、それに盾、それからおもちゃの剣ばっかり。後になってようやく分かったよ。親父は私のために物語を語ってたんじゃなくて、あいつ自身がそうやって遊ぶのが好きだったんだってな。うわ、変なやつだな。まあな、子供の頃は幼稚な人だとは思ってたが、どうしようもないやつだって思ったくらいで、嫌いとまでは言えなかった。でも大人になってから神王のレリクスのしてきたことをたまたま知ったんだ。略奪、脅迫、暴力、詐欺、そんな全ての悪行が組織の中で自慢の種になってるなんて思いもしなかった。親父や旅団の奴らは英雄なんかじゃなくて、物語の中じゃ倒されるべき悪人だったんだ。まさか見せさえしなければ私が永遠にわからないとでも思ってたのか。あなたの気持ち
分かるような気がするわ。現実との落差を感じてしまったのね。そうだな。でも大丈夫さ、お嬢様。もう過去のことだからな。親父と大喧嘩した後は私が出て行って、それ以来一度も戻ってない。今回調査に関わることにしたのも、親父に何か感情を抱いてるからじゃない。単に周りの人を守りたいだけだ。仲間たちがいろんなところから情報を集めてる。報告のほとんどは暴力沙汰だが、違法取引に関するものもある。そうなのね。でもそれってとても危険なんでしょ。まあな。でも傭兵の一生は常に危険と隣り合わせさ。私はこういう生き方を楽しんでるぜ。でもあなたのことを大切に思っている人にとってそれはとても重い負担になるわ。だからあんたに言うつもりはなかったんですよ、お嬢様。どうしよう。二人とも一理あるぞ。え？あんたまで巻き込まれる必要はないだろう。こいつはすごいんだぞ、アントニアザード。こいつとディシアが手を組めばこんなことはパッと解決だ。うん、わかった。彼がいてくれれば確かに安心できるわ。じゃあ私はシティであなたたちからの情報を待っているわ。どうか無事でいてね。心配してくれてありがとな、お嬢様。それじゃあ出発しよう。まずはキャラバン宿駅に行って至高の領主へ、私の仲間たちに会いに行こう。